これ。うん。俺の T シャツだよ。いいの見つけたでしょと思って。俺んだよ。いや、なんかほら眠ってたから。俺んだよ。いい感じっしょ。ボスが着るより全然ほら。他にもあったらまたパチっていくわ。よいちろう T シャツあるかな。か、新しいの今度買ってもらおうかな。おお、うん、ということでタンスの整理も終わったし、落ちてたまってるから取っていきますか。パクられたやった、これもゲット。質問です。ほ、子供が、うん、ゲームばかりします、うん、宿題をしてからするという約束を守ってくれません、うん、どうしたらいいですかって相談だな、これは、うんうん、子供がゲームばかりするらしいです、うん、まあ、お母さんとの約束も守らないと、うん、どうしたらいいですかって。勉強をしてくれないってこと、うんうん、勉強が嫌いだからだよ。面白くないからなんだよ、うんうん、面白くないことを強制されて大人だって嫌でしょ、うん、楽しくないこと嫌なことを強制されたってやりたくないものはやりたくないじゃん、ね、それはゲームしてる方が楽しいのに決まってんじゃん。そこでじゃあ宿題をやったらやっていいよ、うん、で宿題をやったとして、それで子供のためになるんだろうかって話だよ。そもそもお母さんが勉強させたいだけでしょ。子供は勉強したくないんだよ。そこが基本的なベースはそこにあるっていうことをまず理解してあげなきゃいけない。勉強したくないから宿題もやらないし、ね、予習復習もやらない。勉強が好きだったらほっといてもやるの、うん、じゃあどうやったら勉強したくなるか、どうやったら宿題がやりたくなるか、うん、よくやるのが人参ぶら下げて、これやったらこうなるよ、これあげるよとか、これ買ってあげるよとか、これよくやるんだけど、これすると何かご褒美がもらえない限りやらないっていう子になっていっちゃうの。これやってあげるから何くれるみたいな。つまりその勉強する意図が全然違う方向に向いちゃってるのね。宿題をするっていうのは今日やったことをもう一度復習するために宿題ってあるのであって、要は頭の中に定着させようとするのが宿題なんだけど、それを宿題があるっていうのは子供たち分かってるわけ、やらなきゃいけないのも分かってるわけ。そこでお母さんがガミガミ言っちゃったら余計嫌でしょ。例えば会社でやらなきゃいけない仕事があって、でも自分の好きな仕事を先にやろうとすると上司からなんで君はこれを先にやらないんだって、これをやらないと昼ご飯抜きだぞみたいな、昼休みも全部使ってやりきるんだぞみたいな言われたら、なんだこのクソジジイと思うじゃん。それと子供だって一緒なんだよ。だから人参ぶら下げるとかじゃなくって、見守っててあげる。宿題やりなさいね、忘れないうちにって。でゲームしてました、寝る前に、ところでさ宿題やったってにっこり笑って言ってあげる、うん、あってそこで本人の意思で始めればそれでいいの、うん、強制されてやるというよりも、あ、やるの忘れてた、やらなきゃなって、そこでやることによって頭に入ることだってある。強制するんじゃなくって、どうやってやりたい方向に持ってってあげるか。最初はいやいややるかもしれない、でもそこでやれたらちゃんと褒めてあげること。宿題やるのは当たり前だからとか、予習復習やるのは当たり前だからじゃなくって、やれたらちゃんとできたね、偉いねって褒めてあげる、うん、すごいじゃんって、やったらできんじゃんとか褒めてあげることによって、あ、宿題やったら勉強したらお母さん褒めてくれるんだ、お父さん褒めてくれるんだって思う、そういうこう喜びに変えてあげることをやっていけるといいんじゃないかなと思いますよ。そのよく子育ての相談ってもらうんだけども、重要なのはどうやってこの子を褒めてあげるかを考えてあげないと、子供ってどんどんこう嫌なことが嫌になっていくだけで伸びない子になってしまう。嫌なことでも
やれば褒めてもらえるからやろうとするの。やる中で自分の意思でやってるから頭の中に入っていくのよね。これが強制されるともうお母さんうるさいな腹立つなって思いながらやるから全然身にならないの、うん、だから宿題をやらせることが目的なんじゃなくってその子の学力を上げることが目的なんだったらどうやって褒めるかを考えてあげた方がいいと思いますよ。はい、はい、ありがとうございます。はい、もしまたここはじゃあどうなのっていうのがあればぜひまたご連絡ください。ください。タオチェでは質問相談何でも YouTube 内でお答えできることならお答えするのでどしどしお問い合わせください。はい、はい、ではまた次回のタオチェでお会いしましょう。またね。